はい、どうもしこです。ジョンです。です今日の企画は男女の違いテストリベンジ。はい、前回ね、はい、やりましたけど、はい、ちょっとリベンジをしたいということで、はい、早速第2回持ってきました。はいはい、でも恋愛 YouTuber たるものね、はい、全問正解せんと帰れませんよ。前回女の子の気持ちはなかなか分かってらっしゃいましたけど、はいはい、男の気持ちが分からないと。逆にね、おろそかでしたおろそかにしてるから気持ちが、はい、そこもしっかりちょっと当てていただいて、はい、はい、ということでね、じゃあ早速今回も5問用意してきたんで、はい、よし、はい、じゃあやっていきたいと思います。じゃあ早速まず第1問、はい、まあ、これはまあ簡単かな。お、お手調べね。食に関してです。はい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 、食べ物、ね、男の食、うん、食べ物、うん、男の食は満足度、はい、あ、じゃあ、ごめんなさい答え言ったか答え言ったか言った逆にすらいいんだよ、男と女。そうやな、うん、ごめんなさい、一回、一回集中、一回集中して答えじゃ大卒層一個死ぬから満足の方の手ですから。じゃあ、早速、第一問いきます、はい、これまずじゃあ、女の人からいくね。はい、食に関して、食べ物に関してなんですけど、はいはいはい、女の食は満足度、はい、満足度、おー、うん、で、男の食は〇〇度、〇〇度、あー、はい、あー、でもまあ傾向的に俺分かりましたよ、うん、まるまるどうなんだ、まあ、これは簡単なんじゃないかな。どうなん、どうあー、分かった、俺これ分かったわ。こんなもんこれやろ、恋愛界の伊沢拓司って言われてますよ、うん、まあこのクイズノックこんなもん、サクッと正解していただきたいと。こんなもん、はい、スッといきます、ね、じゃあもうジョンからいきましょう、はい、女の食は満足度、男の食は満腹度ですよ。はい、僕も一緒です、はい、あー、はいはいはい、もうこれも満腹度です。あー、よかった、はい、よかった、おめでとうございます。ありがとうございます。こんなんも余裕でね、はい、固定してるわけですね。だから男は結局腹を満たされることしか考えられてないけど、飯はね、うん、女の人はこう雰囲気とか、うん、トータルの満足度もね、そう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 、お腹だけじゃなくて、まあ、こんなんも序の口ですね。序の口、序の口ですよ。はい、じゃあ次いきます。はい、第2問、はい、これ納得できないという、納得できないことの意味が若干男女違ってると、うん、なるほどね、納得できないっていうことはどういうことなんだいっていう男と女の捉え方が、はいはいはい、じゃあまず男からいきます、はい、男にとって納得できないということは、うん、自分の意見を分かってくれない、あ、自分の意見を分かってくれないときに納得いかないってこと、うんうん、まあそうやん、うん、そうだね、うん、で、女の人にとっては自分の〇〇を分かってくれない、あ、分かったぞ、俺多分、まあ、こんなのもね、こんなも恋愛 YouTuber なんですから、たるものですから、はい、じゃあ書いていきましょうか、はい、自分の価値観を分かってくれない、おー、はい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 、じゃあジョン、自分の気持ちが分かってくれない、はい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 、これジョン正解です。よしこうですよ、あれ書いてどうした、こうですこうです書いてある女性の代表、いやまた一歩遠くに、なんか言い訳ある、言い訳ある、その回答が一番納得できないそう、こういう時に使います、まあ、気持ちも近いけどなまあ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 、含み、含みやからね、そうやな、うん、価値観、まあ気持ちイコールっていうところもあるかもしれないけど、うん、まあ 0.4 ぐらい欲しい、感情と、そう部分点ね、うん、部分点 0.2 意見とかじゃなくて、まあそもそも自分の気持ちを尊重してほしいみたいなところがやっぱ女性強いですよ、悲しいの私は、うん、ってことよね、そう分かってほしいのは、うん、そう意見が食い違ってても、うん、そこをまず尊重してほしいと、うん、間違ってるようじゃなくて、うん、悲しいねってですね、ごめんねってね、はい、はい、じゃあ次これいきます、はい、年収について、年収、まあ年収をね、男こう、はいはいはい、男の年収のこと言うのよくないよみたいなこと、うん、はいはいはい、動画でも言った方があると思いますけど、はいはいはい、年収はの意味合い、うん、はいはいはい、かな、男女で違ってる、今の納得できないの年収版ってことだよね、うん、そう、はいはいはい、だまあこれも女の人がいきますけど、はいはい、女の人は、うん、まあ年収とは、うん、安心するための要素、なんか男の年収ってこと、自分の年収、まあ自分でもいいんちゃうかな、オッケーオッケー、うん、まあ年収ってもらえない、うん、年収っていうの、まあお金、はいはいはい、まあだからそういう安心するための要素とか、現実なんかこう生活のための、うん、生きていくためのね、安心、うん、材料みたいな、うんうん、じゃあ男にとって年収とは何でしょうか、うん、うわ俺お金興味ないからマジで分からんこれまあ一般的に男にとって年収とは、まあもちろんこの安心するため、生活するためっていうのはもちろんありますけど、はいはいはい、うん、じゃあジョンからいきましょう、はい、女性は安心するための要素が年収で、うん、はい、男はモテるため、はいはいはい、なるほど、はい、じゃあカイド、自分の現在のレベル、あーなるほどね、社会的な、あーなるほどね、はい、なるほど、はいはいはい、あ、そっち
回答正解です。いやー、そういうことだよね。そういうことだね。好きやから。そういうことだよね。お金好きやから。そうだそうだ。モテるための。ほら、まあまあ、お金好きの男全員モテるために稼ぐと思ってるから。ああ、なるほどね。モテるためってまあまああるやろうけど、その、そこが現在地ってことなんや。そう。なるほどなるほど。正確にその自分の価値そのもの、レベルとか。なるほどなるほど。あ、ステータスやから。なるほどね、うん、そっかそっか、そういうことか。だから男の年収バカにするのは絶対やめた方がいいですよっていう、うん、その自分のことを否定されたと思っちゃうんだよね、男は。そうそうそう。なるほどね。そういうことです。わぁ、やっぱ男のことが分からん。男が分からん。第4問、はい、これなかなか難しいかもしれんけど。なるほど。男は、はい、記号に欲情する。記号、記号、まあつまり、なんやろ、もうビジュアルやな、分かりやすい記号。だから大きい胸とか、うん、女の人らしい顔とか、顔とか、うん、お尻とか、はいはいはい、そういう記号に欲情します。します。はい、一方女の人は丸々に欲情する。なんだろう。まあまあ言葉遊びみたいな感じかな。あ、なるほどね、うん、じゃあ記号っていうところのポイントだよな、これは。うん、じゃあジョンから。はい、はい、あ、何も出んかったわ、ほんま何も出んかった。男は記号に欲情する、うん、女は色気に欲情する。あ、なるほどね。何も出んかった。かかってもないし、はい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 、曖昧やし。頼んだ、カイト。じゃあカイト頼む。カイト決めてくれよ。記号ですね、うん、女性っていうのは、うん、僕が思うに、うん、そういう言い訳できない感じ、うん、強引さとかに、うん、結構好きじゃないですか、うん、なるほどなるほど、確かに好きな人は。だから、Here we go。ヒアウィーゴーに。ヒアウィーゴーに。記号に。記号が男。ヒアウィーゴーに。ヒアウィーゴー。ヒアウィーゴーって。どういうひ、なんでそう表現したの。行くぞとか。行くぞ、やるぞ。カイトやわ。みたいな感じ。陰謀踏んでるしな。確かに確かに。カイトやわ、これ。これね、信号に欲情する。信号。信号、まあ、これ難しい言葉としてちょっと難しいけど、うん、そのなんていう、見た目とかそういう話じゃなくて、うん、そのなんやろ、発する言葉とか、はいはいはい、あ、シグナル、自分にだけに向けたシグナルやな。はい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 。あー、なるほどね。記号、信号でやってたんや。あー、なるほどね。君のことが好きだよって。日々号、こっちの方がでかいの。青信号と思ってますけどね。来いよって、一緒に行こうぜって。そんなひねらんねん。それで自信満々やったら起きるの。Here we go、 合ってる。めっちゃ怖いんやけど。じゃあね、最終問題第5問、はい、これ俺が考えたやつ。お、いけど参考文献。前回に今回もね、参考文献ちょっと概要欄貼ってますけど、はい、これちょっと俺こうなんじゃないかなと思ってるの1個ある。はいはいはい。シクロが見つけた心理ね。シクロ検定やん。1個あります。シクロ検定は得意やから。これ結構本質的やから。はい。うん。男は好きと嘘をつく。はい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 。あー、なんかぽいね。女は〇〇と嘘をつく。はい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 、わかったよ。これ結構あるんじゃないですかね。いや、これはちょっとね、正解であってほしい僕の気持ちも含まれてますけど。でも、茶の子さいさいですわ。やっとりましたよ。じゃあ、ジョン行きましょうか。はい。男は好きと嘘をつく。はいはい。女は嫌いと嘘をつく。はい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 。じゃあ、カイド。僕もですね、嫌いと嘘。嫌いと嘘をつく、はい。いや、そうなんですよ。薄い。薄い。薄い。まあ、正確には好きじゃないと嘘をつく。あー、なるほど。けど正確にはまだなんか権威性を出そうとしてる。いや、これでもどうですか。いや、わかるわかる。これ、この結構あると思う。わかるわかる、うん、その時のちょっと嫌な気持ちで嫌いって言ったり、うん、もう好きちゃうとか言って本当は好きなんよね、うん、いや、そうだね。わかるわかるわ。で、男は好きと嘘ついてますからね。うん、一方抱こうとすね。抱こうとしてる。いいこと、いいよこれ。これはいいよ。じゃあ男の好きと女の嫌いは信用ならんってことです。なるほどね。なるほど。薄い。薄い。いや、これでも結構心理についてると思いますけどね。多分やな。このドヤ顔できんの。ほんま心理やと思う。この状態で。俺は好きよ。あれは好き。嘘やろ。俺は好き。それが嘘ついてる。男の好き、ということで、ちょっと皆さんのなんかこういう男女の違いとかあるんじゃないかとかいうのをね、はい、コメント欄で言っていただけたら、お願いします。ちょっと参考にさせていただきたいと思ってます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。